皆さんこんにちは。今日はとっても可愛いサンリオコラボ商品を紹介したいと思います。こちらにある文房具なんですけど、こちらはイラストレーターの雨の森文香さんとサンリオコラボ商品になります。今回ティーちゃんとシナモンくんとクロミちゃん、マーメロちゃんの4キャラクターを書き下ろしされています。で、私はね、ロフトの先行販売でこちらゲットしてきました。ロフト以外の店頭販売とか、あと楽天でも3月15日以降順次に発売されるみたいです。で、私はもう全部欲しかったんですけど、厳選してね、文房具こちら購入してきたので購入品を紹介したいと思います。まずはこちらメモ帳です。もうすごいイラストが可愛いですよね。このもう細かい、なんだろう、細かいところまですごく可愛く描かれていて、もう買わずにはいられないですね。私はこのクロミちゃんと、あとメロクロちゃんとサンリオキャラクターズのデザインを購入しました。早速ね、ちょっと開けてみようと思います。雨の森文香さんのイラストすごい可愛いですよね。まさかね、サンリオとコラボしてくれると思ってなかったので、夢のようなコラボだなって思います。私が行ったロフトではまだ店頭には並んでいなかったので、お店の人に聞いて出していただきました。お店の人もね、このコラボすごい可愛いですよねって大絶賛しておりました。まずクロミちゃんから見ていきましょう。この量産っぽいリボンをつけている感じが可愛い。あとね、ハートのステッキを持ってます。そこもポイントですね。可愛い、クロミちゃんっぽいような量産地雷がミックスされてますね。こちらの柄、本当リボンが一つ一つ可愛くて細かく描かれてるんですよ。可愛すぎる。もうこういうリボン大好物ですね。で、最後こちらです。ハートの中にクロミちゃんがいます。そしてメロクロちゃんも見ていきます。このピンクのフリフリのカーテンが可愛い。私も部屋に欲しい。ずっと見てられる。すっごい可愛いデザインです。で、こちらですね。こちらはクロミちゃんのデザインですね。そしてマイメロちゃん。もうマイメロちゃんにぴったりのデザイン、赤のねリボンがすごく似合ってます。はい、マイメロちゃんのねメモも買えばよかったです。まだねお店に並んでなくて、急遽出してもらっていたので、パパッと選んできた形だったのでね、またちょっとちょこちょこ買い足したいですね。で、こちらがサンリオキャラクターズのデザインです。このね、キティちゃんもすごい可愛いんですよ。赤いね、フリフリのお洋服を着てます。赤がすごい似合いますね。で、こちらシナモンくんです。可愛い、リボンがいっぱい。そしてクロミちゃんです。
ハートの矢を持ってますね。で、こちらがマイメロちゃんです。ウィンクしてます。はい、こんな感じで4種類のね柄が入っていて、もうどれも本当可愛くて、もうずっと見ていたくなるデザインです。あとはこちらです。付箋を購入しました。これ、ね、たくさんメモができる付箋になるんですけど、30シートついてます。こんな感じでノートとか手帳とか、あとラッピングとかに使っても可愛いかなと思います。開けてみましょうか。私はこちら手帳にねたくさん使いたいなと思って買いました。可愛いですね。黒とピンクが本当にクロミちゃんは似合います。こちらの付箋と、そしてノートを2つ購入しました。メロクロちゃんのデザインです。ノートを購入するかすごく迷ってたんですけど、中まですごく可愛いですよと店員さんにおすすめされて買っちゃいました。表のねデザインからしても可愛いんですよ。ピンクのパフェを持っていて、スイーツがね周りに描かれてます。裏にはピアノちゃんもねいるんですよ。可愛すぎる。で、中もカラーになっていて、こんな感じでプリントされてます。この中が可愛いのもポイントですよね。もったいなくて、ちょっとこれはね使えないかもしれない。もう保存用になっちゃいそうね。で、こちらクロミちゃんですね。可愛い。私のもう大好きなデザインが詰まってますね。さすがね、アメンの森ふみかさんだなって思いますね。こんな可愛い量産地雷系のクロミちゃんのねイラストは雨の森ふみかさんしか描けないんじゃないかなって思うぐらいね、すごく貴重ですね。で、こちらも中がねカラーになってて、この中のイラストもとても可愛いです。何に使おうかなって悩みますね。ちょっと飾っておこうかなと思うぐらい本当可愛いです。そしてこの可愛いクロミちゃんのクリアファイルを購入しました。このねクロミちゃんのデザインが本当に私ツボすぎて、クロミちゃんは全部欲しいなと思っていろいろ購入してきたんですけど、このクリアファイルも中まで可愛いんですよ。ポケットが3つついているファイルになるんですけど、ね、中はイラストが入ってないのかなと思ったら、ちゃんとねこんな感じでイラストが入ってるんです。なんかお仕事の書類とか学校のプリントとか入れるのにねモチベが上がりそうだなって思いました。そしてクロミちゃんのレターセットです。最近ねなかなかお手紙書く機会も減ってしまっているんですが、久しぶりにねちょっと可愛いレターセットを買っちゃいました。封筒がこちらです。裏までとっても可愛いです。こちらでねお手紙をもらったらすごい嬉しいですよね。テンション上がります。で、便箋がこちらです。箱押しになっててキラキラした便箋になっています。高級感がある便箋です。ちょっとね動画だと伝わりにくいんですが、とってもキラキラしてます。こちらです。かわいい。
ちらでねお手紙を書こうと思います。そしてかわいいマステ3種類購入しました。マステはねほんと大好きで、かわいいの見つけるとつい買っちゃいます。こちらね伸ばすの楽しみですね。ちょっと貼ってみようと思います。こちらのマステノートにちょっと貼ろうと思います。マステのデザインはこちらです。可愛らしい。またマステ帳が可愛すぎてさらに可愛いが増えました。はい、ということで今回は目の森ふみかさんとサンリオコラボの文房具を紹介させていただきました。本当にねこちらのコラボ可愛すぎるのでぜひチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。